ズラトコ・ユヌゾビッチは、ユーゴスラビア出身のオーストリア人、サッカー選手。ポジションはフォワード及びミッドフィールダー。オーストリア・分で3スリーガレットブル・ザルツブルク所属。元オーストリア代表。旧ユー,ーゴのロズニツァ出身。5歳の時に、ボスニア紛争の影響により、一家で、オーストリア・ケルンティ州キューンスドルフへ移住した。12歳の時に親元を離れ、グラーツへ移り。 グラーツー AK のユースチームでプレーするようになる。その後両親もグラーツへ移住し、ユヌゾビッチをサポートした。2005年17歳でグラーツー AK のトップチームに昇格し、2007年の夏、当時新設された SK アウストリア・ケルンテンに移籍。2009年の夏には FK アウストリア・ウィーンに移籍した。2010年12月には、 オーストリア年間最優秀選手に選ばれた。2012年1月、ドイツ・ブンデスリーガのベルダー・ブレーメンと3年半の契約を結んだことが発表された。ブンデスリーガデビューは2月5日の SC ・フライブルクとのアウェー戦。2014、2015シーズンでは6ゴール15、アシストを記録し、リーグ2位のアシスト数だった。またユヌゾビッチは、 フリーキックの名手と呼ばれているが、このシーズンの6ゴールのうち5本は直接、フリーキックによるものだった。2015年2月13日、ブレーメントの契約を2018年6月末まで延長した。2018年夏、ブレーメントの契約が満了し、レッドブルザルツブルクへ、フリーで移籍、オーストリアへ戻った。当初2021年6月までだった契約は、 2020年12月18日に2022年6月まで延長された。U-19 に招集されて以降各年代で選出されている。A 代表デビューは2006年3月1日のカナダとの親善試合。2007年7月には 2007FIFAU-20 ワールドカップメンバーに選ばれ、オーストリアは4位入賞した。UEFA ユーロ2016の 代表メンバーでもある。2017年10月13日、11年間で計55試合に出場した代表チームからの引退を発表。最後の試合は2017年6月11日の2018、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選対アイルランド戦だった。ありがとうございます。